はい、どうもタンタンです。本日はティキティキウクレレのエコシリーズが入荷してまいりましたので、こちらご紹介します。はい、こちらはエコシリーズソプラノサイズですね、エコ SE というモデルでございます。こちらの個体のシリアルナンバー1423というシリアルナンバーですね。はい、こちらの個体はボディにアフリカンマホガニを使用している一本です。まあ、このトップ材、一応ブックマッチのようなんですけれども、ちょっとセンターがずれたような独特な木目が入っています。はい、このような感じですね。はい、そしてサイドはこのような感じ、トップとバック、まあ、これから見せするバックに比べてちょっと濃いめなのがこのサイドかなと思います。はい、バックはこのような感じですね。バックもこうセンターにちょっと特徴的な木目が入っております。そして反対側のサイド、このような感じですね。はい、そしてこちらモデル名にエコ SE とついているのですが、ブリッジと指板にエボニー材が使用されております。はい、こんな感じですね。はい、そしてヘッドはこのような感じですね。ペグは UPT が採用されております。このようなサウンドでございます。マホガニ材を使用しているということもあって、こう音の輪郭が丸くてちょっとこうまろやかなようなサウンドなんですけれども、ただこうかといってぼやっとこう音が膨らみすぎるようなこともなく、まあ、それはこのエボニー材が使われているっていうところも一つ買っているのかなと思います。まあ、またソプラノサイズなんですけれども、こちらのエコシリーズは14フレットジョイントになっておりますので、このハイフレットの演奏性だったり、まあ、ソロウクレレを弾く際にも適している、そんな一本なのかなと思います。なんといってもエコシリーズはこの工場で弾かれてしまった材を使っているというところが一つポイントになってますので、このような個性的な見た目の一本に出会える、そんな一期一会なモデルになっているのかなと思います。はい、こちらはティキティキウクレレのエコシリーズソプラノサイズのアフリカンマホガニーを使用した1本、エコ SE、 シリアルナンバーが1423という個体でございます。皆様のお問い合わせをお待ちしております。それではタンタンでした。